トロンマイニングで出勤できることを確認できました。はい、こんにちは、八野です。今回はトロンマイニングの検証の動画になりますけれども、以前ですね、このピンク色のねトロン EK.com ということで、まあハイプなのですごく危険なんですけれども、まあね、一応いろんな方から質問があったので、私がね、実際にチャレンジして、まあ、検証するということで、できればね良い子は真似しないようにっていう感じで、本当に詳しい人だけね、投資とか特にハイプですね、ハイプに詳しい人だけが、まあ遊び感覚でやってもらえばいいんですけれども、本当にね下手するとね、やけどじゃ済まないね、全財産失うってことにもなりかねないので、ここはねよくよく気をつけてやってくださいと。でそれを踏まえた上でね、今回はね、やっていきますけれども、まずですね、いろいろやって分かったことがありますということで、ここにね一覧書いてありますけど、まず取引、まあ、今回のマイニング案件は 4% なんですけど、ものによっては 5% だったり 7% だったりとね、高いものもあります。ただね、この何ですかね、利回りが高くても結局ね、出金できるのが入金額の、まあ、何パーセントかということなので、まあ、大体高いのが 3.5% くらいですかね。低いのだと 2.5% とかあるので、まあ、ここね、一番重要なところになると思うので、ここをね、見極めて、はい、ください。この私がやっているピンクのやつは 3.5% なので、はい、まあ、大体標準っていうか、まあ、高めの標準値ですね。はい、で投資についてはですね、まだね私結果が出てないので、これあくまでもね参考にしてください。 9.5% 出るからおっていうふうにね思わないでくださいね。出勤できなければこういう案件意味がないので、はい、ということでね、私の方でいろいろ試しでお試しでやってますので、はい、あとですね、紹介報酬、ここも、バリエーションがあるようで、低いのだと 10%、 高いのだと 16% かな、薄い緑のやつが 16% でしたね。で2番目の、ね、紹介者の紹介者が、ここがだいたい 4% から 3% で、紹介者の紹介者の紹介者、ね、が3段目の人がまだだいたい 2% っていうところで、ここはそんなに大きく変わらないですけど、ここがね1段目の直紹介の人が、まあ、10% から 16% という数字、結構ねそのものによって色によって違うので、そこはね見極めていただけたらと思います。で私ね、たまたまこのピンク選んだんですけれども、はい、まあ、たまたまそうですね、標準よりまあやや大きめなので、はい、もしね、やるんだったらこのピンクのやつ、はい、いいんじゃないかと思います。はい、で、実際にね、やるときにですね、いろいろ注意点ありますので、ぜひですね、もしやろうと思った方は、このね、前回の動画、こちらの動画を見て、特にハイプなのでね、危険なので、はい、注意点をよく理解した上で、取り組んでいただければと思います。こちらのね画面スクリーンショットを撮っていただいて、 QR コードを読むとこの動画見れますので、ね、概要欄にもこの動画の URL 貼っておきますので、そちらをよく見てから取り組むようにしてください。はい、で今日はですね、やってみて分かったことをお伝えしていきます。はい、でまずですね、出勤できます。これね結構びっくりっていうか、まあできなきゃ意味がないんですけれども、あっさりで出金できましたね。はい、だから登録して投資して1日経ったら次の日から出金できます。でこれはトロンの特徴なんですけれども、もうね出金申請するとすぐ着金します。本当1分2分くらいかな、長くても5分かかんないと思います。これはねやっぱりビットコインとかに慣れた人だと、えこんなに早いのっていう風に驚くくらい早いと思いますね。もう逆にトロンに慣れちゃうと他の暗号通貨ね、遅くて遅くてちょっとイライラするっていうくらい本当にすぐに着金するので、はい、なので、毎日ね出金しなきゃいけないんですけれども、もう出金ボタンを押してもうほんの数秒数十秒で届くので、はい、これは結構気持ち的に楽でいいかなと思います。はい、そしてですね、紹介報酬ね、結構私の動画を見てやり始めてくださった方いるようで、はい、で紹介報酬ね入ってきたんですけれども、どうやらですね紹介報酬ねそのまま引き出せるかと思ったらやっぱり引き出せなくて、入金と同じ扱いになりますと。どういうことかっていうと、紹介報酬を取引アカウントの方に転送して、で転送した額の、まあ、3.5% から出金できますよということなので、なんかね紹介報酬は丸々もらえますよみたいな風に見えたんですけれども、そんなことはなくてね、他の
入金と同じように、まあ 3.5% ずつしか出金できないと。ここがやっぱりね、まあそうですよね。逆に言うと懲戒報酬バンバン配ってたらね、本当にもうすぐ飛んじゃうような感じだと思いますので、ある程度飛びにくくするために、まあこういうね出金宣言をかけてるのかなというふうに理解するのがいいんじゃないかと思います。でですね、結構びっくりしたんですけれども、私がね、あの危ないですよ、危険ですよ、ね、上級者しかやらない方がいいですよっていう割にですね、みんな結構登録しているので、ちょっとね、あの心配になってます。なのでね、あのもしねこの動画見て、あのやり始めようとする方、まあ、やってもいいんですけどもね、あの必ず余裕資金で、本当にね遊び感覚の資金でやってくださいね。本気でこう何十万とか突っ込んだりするとね、本当に火傷するかもわからないのでね、まあ、もしかしたらね、あのかなり儲けることができるかもしれないんですけれども、ね、その前に飛んじゃったらもう本当に全部ねパーになってしまうので、そこだけねよくよく注意してください。はい。そしてまだ検証できてないことがありまして、投資の方ですね、投資してから最短のやつが1週間なんですけど、まだ1週間経ってないので、でね、ロック期間終了後に、まあ、投資金額含めて配当と一緒に全額出金できるというふうに書いてあるんですけども、これもね、本当にちゃんと確認しないと、ね、さっきの紹介報酬と同じように、結局ね、3.5% しか出金できないみたいな、ね、こともあるかもしれないので、これは本当に私が検証した後でね、確認していただければと思います。またね、出勤できたら動画を撮りたいと思いますので。はい、ということでね、今日はですね、この出勤方法と、ね、出勤の結果について共有していきたいと思いますけれども、まずね、出勤方法簡単です。はい、こちらのね、私のというところから、撤退というところですね、ウィズドローというところを押していただくと、こういう画面になりますと。で、今ね、2240TRX 入っていて、このまあ、3.5% ということで 42TRX が引き出せますよと、はい、いうことなので、この42を、ね、こちらの料金っていうところに入力していただいて、あとはですね、その送金アドレスですね、あのトロンの、ウォレットのアドレスを貼り付けていただいて、でその下に取引パスワード、セキュリティパスワードですね、入れて確認と押すとですね、本当に押した瞬間にこの辺になんか緑色のね、サクセスフルっていうのが出て、で、あとはね、もう1分、2分くらいでウォレットの方見たら、はい、ちゃんと着金していましたので、はい、そんな感じで着金、出金できますと。はい。で、一応ね、履歴も見れまして、このね、私のという画面、この下の方にスクロールすると、こういう一覧のメニューがあるんですけど、この中の利益リストですね。ここにいろんな利益のリストが出ていますと。ね、まず最初にスタートしたときに、まあ、1000TRX 入ってますよと。で、私の方で、充電ってなってるのが入金ですね。入金 100TRX 入金しましたと。で、1日経って、1100の、4% なので 44TRX が、まあ、利息として入りましたと。で、1日経ったので、この100TRX の 3.5% ですね。なので 3.5TRX が出金できるということで、早速出金しましたと。で、その上なんですけど、この1100ですね。これが、紹介報酬ですね。紹介報酬が入ってきたので、移行ってなってますけど、後でね、やり方解説しますけども、まあ、このね、取引アカウントに入金して、で、入金した瞬間にこれの3.5%、42TRX ですね、入ってきたので、これも出金しましたと。はい。で、また次の日になって、3.5TRX 出金しましたっていう感じで、こうやって毎日ね、出金できます。で、あと、ね、報酬を取引アカウントに入れた瞬間、その入れた額の 3.5% がまた引き出せますので、こんな感じで、はい、引き出していくことになりますと。はい。で、こちらがですね、引き出しの、ね、結果に対して、こちらが私のトロンのウォレットなんですけども、ちゃんとね、3.5 出金申請して 3.5 入ってます。42TRX 申請して 42TRX 入ってます。3.5TRX 出金して 3.5 入ってますということで、はい、ちゃんと出金はもうね、毎日本当にリアルタイムでどん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 できるので、ここは嬉しいかなとね、出金できないっていう心配がないので、はい、いいと思います。
はい、じゃあですね、その増やし方ですね、まあ、今回取引とあと投資と2つの増やし方あるんですけども、そちらについてね、解説していきたいと思いますけれども、まずですね、取引マイニング収入ですね、こちらは、まあ、スタート時に運営の方で、まあ、デポジット、今回ピンクのやつだと 1000TRX が入ってますと。で、まあ、取引はですね、それだけでもどん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 増やせるんですけれども、結局出金できないので、出金するために、まあ、入金が必要ですと、はい、いうことになります。はい、そしてこちらが出金のパーセンテージの一覧になりますね。はい、まあ、毎日 4% の配当がつくんですけれども、出金するためには入金額の、まあ、何パーセントという制限がありますと。で、例えばね、30万円までの入金であれば 3.5% 出金できますと。なので、例えば 1000TRX 入金したら引き出せるのは 35TRX となりますということで、それをじゃあね、 1000TRX 元本回収できるのに何日かかりますかっていうのがこの表で、 3.5% の場合は29日かかりますということで、あとはね、金額どん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 増やしていけばパーセンテージ上がるので、ね、元本回収までの日数がこう少なくなりますということで、まあ、これを見ながら、ね、どの辺で飛びそうかとか見積もりを立てて、まあ、3週間くらい持つんじゃないかと思って、まあ、こういう金額を、ね、入れて、まあ、20日で元本回収すれば、ね、21日目以降は全部、ね、丸儲けになるので、ただね、ちょっとこの辺の金額やっぱりね、やめた方がいいと思います。いつ飛ぶか分かんないので、本当にね、せいぜいね、本当に1万、2万、3万とか、まあ宝くじね、どうせ当たらないよって思って買う宝くじくらいまでの限度額にしておいた方がいいんじゃないかと、はい、私は考えています。はい、まあ、これはね、参考にしていただければと思います。はい、でこちらがですね、その入金の方法ですね、保証金というところを押して、まあ、投資額っていうところを押すと、まあ、こういう QR コード出てきますので、ね、もしくはこのアドレスコピーしてウォレットからTRX 入金してください。はい。で、こちらがですね、その取引の内容ですね、取引というところを押していただいて、で、そうすると、こちらにね、取引履歴って出ますので、はい、こんな感じで見れますと。で、最初はね、私、この残高ですね、残高が1000と、あと入金した100、1100ですね、1100について、4% の利息と配当ということで、44と。で、次の日がその、1144に対しての 4% ということで 45.62 っていう感じでね、複利でどん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 増えていきますと。で、途中でね、紹介報酬とか入れてどん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 増やしてったのでっていう感じで、まあ、こんな感じでね、増えていきましたということになります。はい、じゃあですね、その紹介報酬ね、入ってきた場合にどうやって出金、まあ、出金っていうか、まあ、転送になっちゃうんですけれども、転送のやり方を紹介します。はい、でまずね、私のというところを押していただいて、でこの基本に転送というところがあるので、こちらを押しますと。そうしますとね、もともと 1140TRX に対して、このプロモーションアカウントっていうのが、まあ、紹介した人たちが入金したことで、ね、リベートとして何パーセント、まあ、15% でしたかね、もらえたものになりますと。で、これが今1190に溜まってましたので、1100を、ね、転送しますと。で、転送するとどこに行くかっていうと、この取引のところに入るので、はい、1100と入れて、パスワード入れて確認と押してください。そうしましたらね、こちらの総合収支の方に入ってくるので、でこの転送ですね、このプロモーションアカウントからこちらに転送した瞬間ですね、それ入金とみなされますので、入金額の 3.5% がまた出金できるということになります。はい、ね、でこの転送するとこの移行っていう名前ですね、自分がウォレットから入金したのは再充電っていう名前になります。転送したものは移行ってなりますね。移行っていうのは、その先ほどの紹介報酬を転送したものになりますと。はい、で移行した時にまたね、これの 3.5% の 42TRX が出金できると、まあ、そういう感じになってますと。はい、そしてもう一つのね、投資の方ですね、これステーキング収入になりますけど、まあ、ステーキング収入何かっていうと、まあ、要は定期預金みたいな感じでね、決まった期間預けると、結構いい利率で戻ってきますと、はい、いうことですね。
でこちらがこの真ん中の投資というボタンを押した時に出てくるものなんですけども、まあいろいろあるんですけれども、まあ、投資金額に対してね、あの選択肢が限られてきますよと。だから10から 1000TRX の場合はこの 7% しか選ば、 3.8% の7日間しか選べませんと、ね、もっと長い期間 利回りのいいものを選ぼうとしたら金額を、もっと入れてくださいということになりますね。でこの辺はやっぱりねリスクがあるので、まあ、この辺でまずはお試ししましたということで、私の方でですね、はい、こちらの7日間コースですね、はい、100TRX 入れて、はい、投資しましたと、はい、でこの投資リストというところを開くと今ね投資してるやつの詳細が見れますと。で3月5日に、投資を始めたので、3月の13日に、はい、一応満期を迎えてその時に出金できると思います。でその時の出金がちゃんとね 100TRX プラス、配当分ですねが出金できるのか、いやいややっぱりね、あの紹介報酬と同じように取引アカウントに転送して 3.5% ずつしか出金できないのかというところがまだ未確認なので、そこはね次回の動画で、はい、確認して報告したいと思います。これですね、ロック期間終了後にちゃんと全額出金できるのかっていうところがねまだ検証できていないので、次回の動画で検証したいと思います。はい、そしてこちらですね、紹介報酬、先ほども言いましたけれどもすぐにはね引き出せないっていうことが分かりましたね。ボーナスは無制限にすぐに引き出すことができますって書いてあったんですけれどもね、あの直接ウォレットに引き出すっていうんじゃなくて、まあ、入金と同じようにね、先ほども説明しましたけれども1回この取引アカウントに転送してその 3.5% ずつしか出金できませんよとね、基本に転送して転送額の 3.5% が出金できるということなのでね、この文言にね騙されないようにねお願いしますね。はい、じゃあね注意点になりますけども、これちらもね前の動画でも言いましたけれども、マイニングに関しては毎日出金しないとね、1日あたりの出金額が限られているのでね、昨日出金し忘れたってなったからといって翌日にその出金額を持ち越されるわけではないので、ここね気をつけてくださいと。でやっぱりね元本回収さえすればそれ以降はね全て利益になるっていうところが、まあハイプのね美味しいところではあるんですけれどもね、元本回収の前に飛んじゃうという危険もありますので、そこはね注意してください。はい、で投資についてなんですけれどもね、出金制限なしって書いてありますけれども、まだね未確認なので、ここねあの鵜呑みにしないでちゃんとね私の結果を見てから、はい、検討いただければと思いますね。ちゃんと元本プラス配当が出金可能なのかどうかっていうのがまだね未確認なので、はい、でねやっぱりねこれ長期になればなるほど配当も高くてお得なんですけれども、そのね、待ってる間に飛んじゃったらね全部パーになってしまうので、そこのリスクはしっかりね考えてくださいと。はい、はい、ということでね、ハイプやっぱりねとてもリスクが高いので、本当に注意してね皆さん取り組んでくださいとね。仕組みを理解して本当にあの余裕資金でね、やってくださいね。生活費とか使わないようにね手を出さないようにお願いします。ただねやっぱりハイプのやっぱ一番、まあ皆さんがこう危ないと思ってもやってしまうという魅力はここですね。もう元本さえ回収すると本当にアホみたく儲かりますので、ここはやっぱりね、まあ、ここに釣られて皆さんやっちゃうのかなと思いつつ、まあ私もね、そんな感じで、ちょっと今回検証していますけれども、はい。ただ本当に、リスクが高いっていうのをしっかりね、何度も何度も言いますけれども、はい。理解した上でやっていただけたらと思います。はい。じゃあね、もしね、検証したいという人が、もしいればですね、こちらの QR コード読んでいただいて、はい、登録していただければと思います。で、登録のね、やり方とかについては、先ほども紹介しましたけれども、別の動画撮ってありますので、そちらを参照していただければと思います。